中原の、おおよその市花夏族は、漢の時代以前に、中原の甲賀流域に暮らす部族で、漢民族を構成する主体でもあるとされる概念。花夏の言葉が、最も早く見られるのは、春秋差し伝、上皇26年の、祖花夏を失うであり、当の後英脱はこれに、花夏は中国なりと書をつけている。漢民族はその昔、漢民族とは称されておらず、 花夏族と称されていたとされる。漢民族という名称は、漢王朝の時代から今日まで使われてきてはいるが、今でも、本土の中国人は、中国のことを花夏、中華文明を花夏文明と呼ぶことがある。学者によると、中王朝の創立者である武王が、陰王朝の末代の帝角を打ち取った後、中原に定住し、その一族を、 中国の伝説上の先西洋である神能、皇帝、行、春にちなんで、家族と称した。また夏王朝の創立者の大宇の末裔が、夏族と称されていたことから、中原に居住していた、族群を、花夏族と称するようになったと言われている。当時の彼らの文化は花夏文化あるいは花夏、文明として、近隣の遠い族や、北敵族、西獣族、 南蛮族に称され、模倣され、ついに中国大陸の東西南北へと拡大していった。このように数千年間にわたるプロセスにより、花夏系は他の民族系を吸収したり影響したりしながら、今日の漢民族を形成してきたのである。ありがとうございます。